どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。We love スワローズ。っていうことで、9月8日、ヤクルトスワローズ対阪神タイガース3対5で負けちゃいました。悔しいですね。テレビでね、見て応援してて、負けた瞬間、うわーってなって、ベッドにゴローンってなったらそのまま寝てしまって、で、今朝の5時台です。これ撮ってます。すいません、遅れて。いや、もう、不手ねじゃなく、もう、悔しねしちゃいました。悔しいですね。今日2連勝、阪神2連勝やーみたいな思ってたんですけどもね、ライアン小川投手、まだ調子上がらないですかね。前回よりはまだマシだったと思うんですけども、やっぱり今日もね、失投とかあって、99球で交代ですか。まだね、だから、本調子っていうか、まだ全開ではないと思うので、次の登板に期待したいと思います。奥川投手のね、投球を見て、ライアンも奮い立ってくれるかなと思ってたんですけども、まだ次の登板かな。本当に次の登板でエースライアンを見せてくれると思います。そしてね、奥川投手も今回抹消されずに、中10日から変わるんじゃないかってね、言われてますから、奥川投手もフルに出てきて、そしてライアンもね、ちゃんと状態が戻れば、ヤクルトスワローズめちゃくちゃ強くなると思うんで、期待しております。あと、大下投手ね。今日ね、ホームラン打たれた球、ど真ん中でしたね。もう、寸分の狂いもなく、ど真ん中に、スライダー投げて、そら打たれますわ。あそこに投げては打たれちゃうなと思いました。次はよろしくお願いします。はい、山田哲人選手、ホームランも出て、ね、でもね、他の打線がそんな、噛み合ってなかったかなって感じがしましたね。明日ですよ、明日。とりあえずね、阪神戦を勝ち越す。これが大事なんです。明日の先発は高橋奎二投手。高橋投手、頼みますよ。本当に明日、すっごく大事です。明日じゃない、もう今日ですね。今日すっごく大事です。よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴースワローズ!食らいつけ! Thank you.